こんにちは、オワルトンです。オワルトンです。Vlog の29回になります。はい、29回になります。はい。はい、ですね。はい、あちょっと照明が、机用の照明がついてます。はい。はい、で、近況はですね、はい、まあ、プリアンプを、はい、制作の方で引き続き。まあ、半分ぐらいまで来ました。確かに、ね。セカンドロット。はい。してます。はい、で、あとは、前回からだとですね、ピックを実は、はい、それの、まあ、じゃ先にこの、普通バージョン。はい。だったんですけど、ちょっと左利きバージョンという、こう、まあ、ミラー反転したタイプのやつですね。はい。左右ね。傾き。はい。この形の反対と、あと、このピックの、ピッキングするところが、ちょっとこう斜めに、ね。斜めの具合が反対になっているという、はい、あれで、まあ、いわゆる、こう、準アングル、弦に対して、こう、こういう、はい。のだと、普通の右用、まあ、右利きの人は右用で、はい。で、まあ、平行は多分、両方いけるんですけど、うん、まあ、あとは、逆アングルだと、曲げるですね。で、こう、逆に切っては左用を使った方が、はい、きちんといくというか、はい、で自分は結構最初逆アングルだったんですよ、うん、ギター始めて10年くらいは逆アングル、うん、で途中からオーバートーンを始めてから準アングル、うん、準アングルの人の方が多いだろうと思ってなるほど準アングルの人の気持ちで作れるために準アングルに直して、はいうん、で久しぶりに逆アングル弾いたら、はい、ちょっとなんか馴染むというかっていう感じ でまあ向きがありますということで、まあ向きがあるので、まあ、右利きの人が準アングルの人は普通の、はい、逆アングルの人は左をがいいのかなっていう で左利きの人は人の準アングルは左利き用で左利きの人の逆アングルが逆アングルは右用で、はいっていう感じになります。がおすすめというか、まあ、そのピックの斜めの当てるところ、はい。で、これの、まあ、裏と表両方2パターンで、はい、一応違う感じ、フィールが違うので、はい、まあ、そういう感じで選んでいただければと、はい。ちょっとわかりにくいかもしれないですけど、はい。ということで、右用、左用と、2種類そうですね、はい。まあ、ちょっと、ものは試しで。はい。感じで。まあ、普通にお買い物いただいた場合も、はい、おまけキャンペーンが、そうですね。実施中なんで、ひっそりと。はい。もし、おまけ、私は左利きのおまけが欲しいという場合は、ちょっと尾行に書いてはい。まあ、通常は右用を入れてしまうので、はい、もし左用があっていう場合は、尾行欄に記入いただければと思います。はい。お願いします。はい。で、あとですね。はい。ちょっと、近況としては、これを。おちょっと今日はこの、アンボクシングしようかなと思って。はい。アンボクシングしますね。さあ、何でしょうということで。じゃーんという。これ、試作品ですが。はい。アダプター、これ、パワーサプライを。そうですね、ちょっと何ヶ月か前に、はい、こういうボード、プリとオーディファイブと、そうですね。サーティフォーエクストリームとが乗ってるっていうボードに、まあ、パワーサプライを、はい、まあ、試作をして、うん、で、まあ、製品にしようというところだったんですけど、はい、アダプターに関して、はい、まあ、ちょっと、まあ、市販の製作品では使ってたんですけど、うん、だからもう少し、ちょっと贅沢にしたい、はい、ということでですね。まあ、スイッチングのアダプターなんですけど、はい、まあ、このリップルの 50Hz、60Hz の、うん、ノイズは、安定化されては、もう、ある程度安定化されてはいて、うん、で、まあ、ちょっとスイッチングのノイズは入るんですけど、はい、まあ、それをパワーサプライの方で取って、さらにちょっといろいろするっていう、はい、ようなパワーサプライなんですけど、それの、まあ、大元の方のアダプターで、見てください。映るかな？じゃあ。おー。
フィントが。フィントが。フィントが。まあでも、バークはちょっと見てて。ね、はい。という形でですね。まあ特注品を入り。そうですね。で、これがちょっと長めに切ってもらいました。この線。線ですね。これ、いつも大体、ボードで、例えばなんか、ああ、ちょっとコンセントまでもうちょっと。スタジオのね、時計までとか。伝わると思う、はい。で、長くて、で、あとこれ太め、太めです。太めの線で。はい、で、よくこの辺とか、あの、断線すると思うんですけど、これ、パーソフル。これが、割と、丈夫になる。はい。で、これシールド線なので、はい。あの、2本のやつ、細いやつで、あの、酔ったりする人もいると思うけど、うん、あの、普通にシールド線になってて、で、センターが、プラスになってます。はい、なんで、で、これを、まあ、特注なので、はい。あの、ちょっとたくさん、はい。注文して、はい、まあ、出来上がるのは来年っていう。そうなんですけれども。だからまあちょっとそれに合わせてパワーサプライを作っておこうかなっていう。本体の方ですね。はい。本体の方。アダプタが来るのを待ち構えて。来たら出荷できるようなタイミング。はい、まあうまくいくから、まず滝の方だとまたいろいろずれたりするんですけど。そうですね。まあまたいろんな、その、物流の情勢とかありますけど。そうですね、まあ。今のところだとそのぐらいの予定感。そうですね。はい。なので、いけるかな。まあ、パワーサプライ。はい。これちょっとでも、かなりいっぱいなので。はい。っていう感じですけど。まあでも、ちょっとどうしても、やっぱりこれちょっと。はい。セットにするアダプターはちゃんとしたかったなっていうことで、はい、あの、試作が、できました。ありましたという、はい。お話でした。はい。こちらもお楽しみというか。はい。じゃあ、ちょっと、じゃあ、その、ピックのあれで、はい、順逆。順アングル、逆アングル。はい。音をちょっと。音を出してみましょうっていう感じなんですけど、はい、順逆と、それからパターン1、パターン2みたいな。そうですね。あの、表裏。表裏の、はい、まあ、ちょっと、感じが違うので、うん、っていうところで。はい。で、あの、ちょっと作業場を探していたら、はい、あの、まだちょっとデモ機貸し出し中なので、はい、ちょっと寂しいので、あそこにボスの置いてる。はい、です。なので、なんですが、作業場に、歪みあったので、はい、持ってきまして、今日はちょっとその自社歪みを使おうかと思います。はい、では、ということで音を出してみましょうと。これ、ちょっとまだ、ご紹介、そうですね、ギター紹介をしてなくて、はい、いや、なんか、いや、ギター紹介を、ギター紹介のコーナー、みんなどうなんだろうと思いつつも一応紹介しようっていう形でやってますけども、はい、これは B3 ギターっていう、はい、ジーンベーカーっていう、その、はい、マスタービルダーの。そうですね。あの、フェンダーでもマスタービルダーですし、はい、ギブソンのカスタムショップにもことある、はい、っていう、すごい、両方のマスタービルダーの人が作っている、最初、ベイカーっていうメーカーだったんですけど、今は B3 がビルドバイベーカー。ビルドバイベーカー。B が3つで。はい。はい。の人のギターなんですけど、はい、ジンベーカーの、やっぱりナムの、はい、ナムの何回目 ?2 回目か。2回目か。はい、2回目の、そのブースの道挟んで、はい、隣が、そのジンベーカーのいるブースで、はい、まあ、その時そんなに、はい、まあ、知らなくて、なんかすごい、なんかこう、グオーって自分のギターを、自分で作ったギターを、もうずっと弾いて、なんかグオーって早弾きも、グルルルルルみたいな、ずっと弾いてて、おー、なんだ、すごいおっちゃんがいるなと思って。だから、あの、ジンベーカーみたいな、いうことを教えていただいて。はい、で、あの、まあ、その通りじゃ、ネックとかに話いただいたりして、はい、わー、これはまた、細くもなく太くも、まあ、細めなんですけど、うん、細めっていうか薄め。はい。で弾きやすくて、特にこのハイポジあたりが、うん、なんか妙があるなっていう感じだと思うんですけど、はい、でその時にやっぱりなんかそのちょっとそのプレイに、うん、なんかちょっとシンパシーを感じてるから、あれですよね、ピッキングもそうだからもう激しめで、ギョロ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 で、ちょっとこのおじさんの作ってきたらいい音するだろうと思って。で、いつか欲しいなと思ってて、はい、あの、これは、リバーブ.com で、はい、あの、ちょっと、あの、おっていうのがあった。はい。ですね。SL デラックス。SL デラックスってやつで、
一番これパーフェロモラドと書いてある、うん、モラドっていう言い方もあるし、パーフェロで、うん、でもやっぱ ペグはちょっと変えてます。ペグは最近こう記念シャーラーのクルーソンタイプ、うん、でこれもやっぱクワバラピックアップに変えてます、はい、これはクワバラピックアップに巻いてもらった T トップ、うん、T トップタイプと、はい、でリアはその T トップタイプをさ、ちょっと、あ、無理だ。すいません。両方、ちょっと磁石、うん、磁石は、まぁ、ちょっと、まぁ、ある磁石を入れてるんですけど、まぁ、そういう感じになってますね。うん、で、これの、コンデンサーは、はい、ちょっとまだ秘密です。お。これは、まあ、秘密のものが載っており、はい、おりやすですね。はい。っていうギターです。これはすごい、はい、やっぱりいい、なんか、すごい、値段がすごい高いですね、うん。これ、手に入れた時はそんな高くなかったですけど、うん、今見てみるとすごい、すごい高いギターです、これは。ちょっともう、これ一回手放したら多分、二回目は手に入れられないだろう。これはもう、一生使おうかなっていう感じですけど。はい。ですね。ここで引っ張るとタップ出てきますけども、うん、あんまりタップは使うときと使わないときもありますけど、うん。これスケールが微妙にギブソンスケールともちょっと違う。ギブソンよりちょっと短いらしくて、うん、まあそういうギターです。はい。で、じゃあ音をですね、音なんですけど、じゃあまず、右用の、はい。表って言いますね。この、くぼんでる面が親指側。わかります。くぼんでる面が、こっちのブリッジ側になるってことですね、こう弾くときに。そうです。こんな面が親指。ああ、この、上を向いているというか。そうです、そうです。人差し指で乗せたときに。はい。です。普通に純アングルでやりますね。はい、これを、じゃあ、今度、裏側。くぼんだ目が人差し指側。はい。ですね。いきます。はい。はい。これは、結局この、長い方の曲線っていうんですかね。うん。が、先にこう、当たるので、角度が浅いんですよ。はい、だから、裏の方が、スルッって、で、この弦をスル、弦をこう、はい、音が入りやすい。っていうのと、だから、弦離れが早いんですかね、うん、その、ダウンの時。で、アップの時に、クッと引っ掛けるような。はい、で、こっちの、親指が上にして、くぼみが上にすると、ダウンの時にクッと引っかかる。はい、で、裏で抜く時はスッって抜くっていう感じになるので、どっちか。だからこっちの、くぼみが下になる、くぼみが人差し指側になる方法で握ると、いわゆるその、アップが弱くなりがちになる時がある。人っていうか、まあそういう、タイプの人はそれでやると結構バランスが良くなるとか、うん。どっちか絶対偏りがあるじゃないですか。うん、今、これを、これ逆というか、親指が上にすると、はい。で、これ逆に裏にすると、という。どこまで取れてるかわかんないですけど。ああ、はい、ですね。です。ちょっと歪ませます。はい。はい、今、親指側がくぼんでる方ですね。逆で言うの。
これちょっと違う。はい。ですね。じゃあ、次はですね、右側というか、左用。はい。左用で、じゃあ逆アングルでやってみます。はい、で、逆アングルで、くぼみが、親指側。今度じゃあくぼみが人差し指が、はい、一緒に歪まして、はい、くぼみが親指側、くぼみが人差し指を、はい、そんな感じになっております。はい、まあ、もうちょい聞いてわからん。まあ、こういうのは音じゃないですからね。まあ、そうですね。まあ、その、プレイアビリティとかグリップ感。そうですね。弾いた感じっていう。はい。なので、もう、まあ、僕はもう、逆アングルでも、うん、この、なだらかな方を、こう、ダウンの時に吸い付けるのか、こういう急な方を、吸い付けるのかで、やっぱちょっと違うね、うんうん。まあ、音も違いますよ。はい、またの感じとか。まあでも、まあ、弾き心地が結構違う、うん、いますねっていう感じですけど。はい。まあ、ピックの宣伝、はい、そういう2パターン用意しましたっていうことで。はい、まあなんか、あれですけど、そういうピックとか、うん、まあこれ別にそんなに、ガンガン、うん、売りたいとかっていうことではない、ではないというか、いや、そうだよ、なんていうか、別にその、難しいですけど。まあ自分たちもいろんなピックをね、そうしてきた中で。すごいピックはもう絶えず楽しまくってて、はい、で、やっぱり、まあすごい高いとか、うん、高くなくてもこれだっていうのを、うん、例えば、もうこれは、一生これしか使わないと思って、うん、なんか100個とか買ったら、うん、なんか急にまた違う方が良かったみたいになったりとか、結構あって、っていうのを結構辿ってて、はい、でもそういう中で、まあ自分たち的に、うん、お、これはいいなっていうので長く使えてるやつっていうのを、うん、まあ出して、っていう、まあ、結構だからやっぱメーカーをやるっていうこと自体、うん、やっぱそういうものじゃないですか。そうですね。まあ、それまでの、まあ、その各メーカーをやってる人の、うん、の歴史の中で、うん、まあ、感動があったりとか、うん、まあ、これを常用してるとか、うん、なんかこういう感じのものがいいと思ってるっていうものを形にして、で、それを共感できる人が、うん、ああ、そうそうそうなんだよってなって、うん、それのメーカーを使うっていう、ことがあるので、はい、その中で、うん、オーバルトンとしては、結構、まあ、エフェクターを作ってはいるんですけど、うん、やっぱりその、そういう、そこに至る前の、弦の振動が発信する、発生する場所っていうのは結構、重要と思っていて、うん、思っているので、ピック、うん、提案としてのピックっていうのを、商品化したっていう。うん、はい、ことですね、うん。やっぱ安いとは思いますので、はい、ちょっと試してみるっていう。はい、まあそういう面ではヌエとかも、ああそうそうです、ね、そうです。エフェクターに入る前のギターから出てくる、そうですね。進行、はい、そのピッキングであったり、はい、そのヌエを通った進行であったりっていうところ。はいはい、まあ近年はやっぱりそういう方に結構興味、はい、興味がっていうか、うん、まあ学びもあって、はい、っていうところがあるので、割とそういうものを。うん、まあ、パワーサプライにしても、まあそうですね。そうですね。でもなんか、
そうですね。まあ、まあもちろんエフェクターもですね、うん、これまたちょっと10周年に向けて、うん、ちょっと仕込んでるのか、この間あのあれが試作用に設計した基板が出来上がってまいりましたね、うん、またそれ試作を組んで、うん、あのまた音出してみたいと思いますけど、はい、これはだいぶはい面白そうだいぶだいぶなやつで、はい、まあちょっととりあえず 2機種そうですね、今回その試作の基板が来たやつは2機種です、うん、でまああとはそのまあもう去年、一昨年からずっとやってる、その、カスタム4プロ。まあ、これには、オーディオブックスこれは、まあ、自分たちの中では、中での、まあ、最高の、うん、あ、ところまで行ったかなっていうやつで、で、まあ、カスタム4プロっていうのは、その、それを使う、その、プロの人が、使っていただいたときに、うん、もっとこうしたいっていう、まあ、うん、そういう、運用上の、あの、ニーズに応えてあるようなものですよ。はい、うん、だから、まあ、それも、やっぱすごい、あの、いいと思うので、うん、まあ、それもあるし、うん、で、加えて、その試作してる、はい、基板のやつもあるし、はい、で、まあ、あと、ちょっとこの間、ちょっと打ち合わせをしたんですけど、はい、またこれまたすごいものが、はあるんですよ。はい、で、まあ、まあ、ということもあり、だから、ちょっと現行のものをちょっとまだ、うん、ちょっとまだわかんないですけど、ちょっと、もしかしたらラインナップのそういういろんな変化もあるかもわからないですけどね、うん、はい。やっぱり種類が増えちゃうと、うん、だんだん作れなくなっていっちゃったりするので、うん、いろいろ、まあやっぱこう、交代でやるのかなっていう感じもしています。うん、ですね。はい。はい。はい。ということで、はい。ですかね。ですね。じゃあ、今日は実は、ごめん、ハードディスクをいつも持ってきてるんだよ、この。はい。SD っていうか、その、ソリッド、ステー、SSD。はい。今日は忘れまして。はい。なので、まあ、この撮った動画を、その、まあ、クラウドに上げて、はい。で、それを、あの、まあ、戻って、はい。あの、ちゃんとできるかなっていう。なるほど。の、まあ、やってみようということで撮ってますけど、はい、それがダメだった場合は、多分収録日と公開日がだいぶ離れることになるっていうことになりますが、はい、まあ、うまく遅れてるといいなと思いつつ、そうですね。はい。Vlog の第29弾。はい、29弾。はい、お届けいたしました。ご覧いただきましてありがとうございました。